父ちゃんがいました。おはよう、グッモーニング。もうさ、これはさ、スピリチュアルの世界とかさ、めっちゃさ、いいですよ。ありがとね、バイバイ。モルディブに来て3日目です。おはようございます。今日もとってもとっても素晴らしい朝日が見れました。いいことがありそうですね。毎日ハッピーハッピーです。ありがとうございます。本当に感謝感謝ですよ。見てください、今日もめちゃくちゃ晴れですね。私この景色すごい好きなんです。なんか天から降り注がれてる感じ。今日も皆さん、全てのギフトを受け取っていきましょう。私は毎日全てのギフトを受け取っています。受け取ると意図すると本当に幸せはやってきます。朝ビーチを歩いていたら発見しました。多分これ時間が経つにつれて見ての通り多分ここ消えますね。わあすごい、ここなんかエンジェルロードみたい。すごーい。特別ですよ。多分このこういう特別な時間だけ。やっぱり早起きは特別ですね。おはようございます。今から私朝食を食べます。ちょっと先にザッと食べます。めちゃくちゃパンのいい香りがします。どれにしよう。ペーストリーもちゃんとしっかりしてるので美味しそう。ちゃんとフレンチトーストみたいなのが美味しそう、めっちゃ美味しそう。ちゃんとトッピングもあります。スープも充実しております。これなんだろう。ヨーグルトもいっぱい種類がある。すごいですね、やっぱりさすがでございます。シリアルもこうやって選べます。私さ、これ好き。イタリアに行った時よく食べてた。でも加工食品だからミンチーズサラダもいっぱい。あ、ナッツもある。嬉しい。あ、すごいエッグコーナー全部エッグ。しかもなんか作りたて。すごい、全部エッグ。
私が取った朝食はこちらです。朝からめっちゃ食べます。こんな感じです。ではいただきます。失礼。いっぱい朝からいっぱい食べます。これサラダ、ちょっとサラダの中心と、私卵が大好きなので卵中心ですね。あとカプチーノとカプチーノブレッド、カプチーノ、カプチーノとなんか普通のフレンチソースを取ってみました。ではいただきます。まずサラダから。サラダも私結構シンプルで、オリーブオイルだけですね。パンが食べたの、パン知りたいの。カプチーノ食べてみます。なんか上にほのかにフレンチ、あ、ほのかにカプチーノ、でもなんかブレッドがちゃんとしてる、おいしい、クオリティ高いですね。では食べるのに集中します。見てください、この透き通ったお水、お水間違えた、海きれい。朝のモルディブ最高。これぞ楽園。またいっぱい取ってしまった。もう一個こっち。めっちゃ食べる。ではいただきます。昼のランチなんですけど、またいっぱい、これが一皿目で、私めっちゃ本当にさ食べるんですよね。ムエタイやってるからめっちゃ食べる。でこれがもう一皿、でもね基本ちょっとずつなんです。ではいただきます。そしてロゼです。乾杯。幸せです。ここが今日メニューがね毎日違って、今日ランチ昨日と違う。でこちらリゾットいただきます。うん、おいしい。私この味好きかも。すごいおいしい。なんか幸せ、本当に幸せ。今日もすごいねいい天気で、さっき泳いでたんですよ。なんかもうね、お水がすごい綺麗で、お水だっていうか海がすっごい綺麗で透き通って、もう本当に魚がいっぱい泳いでるって感じで、もう肉眼で見えるので、その楽しい、もう本当に幸せです。ありがとうございます。もう幸せ、本当にパラダイス。ありがとうございます。では食べるのに専念します。ありがとうございます。今日はモルディブ最後の日なので、最後の夜なので、ステーキハウスを予約しました。これもね全部宿泊料金に含まれてるんですよ。めっちゃいいですよね。本当になんかモルディブは全部インクルートされているのに限ると思います。めっちゃ楽しみ。その前にちょっとまた夕日を
見てから行きたいと思います。めっちゃ綺麗です。ちょっとね、ビーチサイドから来てみました。へえ、やっぱさ、もういつ見てもすごい綺麗。Oh my god. わあ、そう綺麗。そう、ちょっと待って、ちょっと待って。へえ。Oh my god. 見て、全然昨日と違う。違うか、びっくりした。すごくない？半分ハロ出てる。めっちゃ綺麗。なんか小声になっちゃう。ではカクテルを頼みましたので、夕日を見ながら飲みます。なんかあんまりこのホテル日本人いないみたいで、確かになんか日本人私だけみたいな感じで、なんか皆さんもしモルディブに来る際はこちらのモルディブに来てみてください。とってもね、すごい、本当にすごいいいホテルなので、ぜひ来てみてください。では乾杯。おいしい、ソルティーマルゲリータ、めっちゃ綺麗。ちょっと私夕日に専念します。すいません。時間になったのでステーキハウスに行きます。バーからめっちゃ近いっていう。こちらです。こちらです。あ、ここのステーキハウスはアラカルトで、なんか予約があらかじめ必要なので、でもこれも全部あの宿泊に含まれているので、ぜひチャンスがあったら予約してみてください。イタリアンとステーキハウスが選べるんですけど、私はこちらのステーキハウスをチョイスしてみました。アラカルト で私はツナステーキを頼みました。めっちゃ楽しみです。では先にホワイトワインで乾杯します。乾杯。ありがとうございます。今日が最後のディナーになるので予約しました。なんかラッキーでした。たまたま空いてたので良かったです。ラッキー。飲みやすい。幸せ。スタートマッカー。いただきます。スターターはチキンだそうです。なんかチキン久しぶり。基本私シーフード。いただきます。なんか照り焼きチキンみたいな感じ。日本人好きな味だと思います。シーザーサラダです。もう幸せです。本当にモルディブ最高。メインが来ました。ではメインが来ましたので食べます。食べます。私がオーダーしたのはこちらです。じゃん。
ツナ、ツナステーキで、焼き方も選べるので私はミディアムにしました。私ツナ大好きなんですよ。ではいただきます。いただきます。なんかソースがバーベキューソースですね。美味しい。幸せ。この白ワインにとっても合います。本当に幸せ、本当に幸せです。ありがとうございます。では食べるのに集中します。では最後のデザートが来ました。チョコレートブラウニーをチョイスしました。では最後のデザートです。あ、結構ね、私モルディブに来てからめっちゃ食べて飲んでもうすごいお腹いっぱいです。体めっちゃ頑張ってます。いただきます。ありがとうございますしか言えない。この素晴らしいホテル、本当にありがとうございます。夜もすごくとっても素敵じゃない。本当にありがとう。昨日と同じバーに来たんですけど、昨日はなんかわかんないけどパイロットとかいたんですけど、全然今日違う。めっちゃシンプル。あ、ウイスキーを飲みます。Station shrinks and all the different things that we might be able to see. So, but we do have our own personal memes now.やっぱり何回来てもさ、めっちゃ綺麗なんですよ。見てください。ではいただきます。のサラダと卵を中心にしたものと、昨日美味しかったからフレンチトーストとこの新しいペーストリーを取ってみました。しかもウォームアップした。なんかクリーム、ん、アーモンドクロワッサン取ってみました。
中にちょっとクリームが入ってて美味しい。では食べるのに専念します。では最後のランチまた食べる。では最後のランチ、なんかチェックアウトしてもランチとか時間まで食べていいよって言ってたのでちょっといただきます。多分今日がこれもシンプルにしてみました。そしてロゼでは乾杯。あ、美味しい。本当に幸せ。そしていただきます。本当にね、めっちゃ幸せです。モルディブに来てよかった。もう一人旅でも全然楽しめます。よし。ではご飯を食べるのに集中します。本当にとってもとっても素晴らしい滞在でした。では最後のランチいただきます。ありがとうモルディブ、最高な時間をありがとう。めっちゃありがとう。ありがとうモルディブ。モルディブの旅言えてない。モルディブの旅めちゃくちゃ最高でした。ありがとう。ありがとうモルディブ。すごい楽しかった。今からケールに帰ります。最後に見納めすごいサービスがめちゃくちゃ良くて、チェックアウトしたんですけど、チェックアウトしてでもすごい良かったです。本当にめちゃあ Thank you 本当にすごいサービスがすごい良かったです。なんか私本当はね、なんかちょっとここに出しとこう、ここに泊まろうと思ったんですけど、何回やってもカードが切れなくってこちらに決めたんですけど、結果オーライです。ここに決めてよかったなって本当に思います。めちゃくちゃ本当にすごい楽しい旅がおかげさまでできました。本当にありがとうございます。タロットリーディングの方も楽しみにしていてください。なんとこのモルディブ最中に登録者数が200人いきました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。これからも進化していきますので、どうぞよろしくお願いします。では最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。感謝しております。感謝感謝です。ではマレーシアに帰ります。今からKLに戻ります。その前に船に乗って、飛行機に乗ってマレーのエアポート、インターナショナルエアポートに今から向かいます。本当にとってもとっても素晴らしい時間を過ごすことができました。もうここは本当におすすめですね。なんか日本人私だけだったみたいで、っていうかアジア人私だけかもしれなかったっていう。でもすごいとってもとってもとっても素晴らしい時間を過ごすことができました。本当に感謝です。ありがとうございます。では行ってきます。
ね時間があったらマレスティに行こうと思ったんですけど、なんかチェックインがすごいなんか並んでるので、でしかもオンラインでチェックインができなかったんですね。なのでちょっと時間かかりそうなので空港に行っていきます。ました。今日もありがとうございました。今からマレーシアに帰ります。ただいま。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。今日もとってもいい日になりますように。いってらっしゃい。バイバイ。 Have a nice day. Thank you so much for watching. いってらっしゃい。